その新聞にしよう。地元の商工会がですね、売店を出して、そして、絆を深めようということで、今日から始まります。今日は12月の28日ですけれども、今日オープンということに運びになりました。みんなの店絆ということに名称がなったそうでありまして、これをですねきっかけに、楢葉町さんと我が町の商店の皆さんと交流が深まれば、こんなありがたいことはないわけですので、今後とも可愛がって、オープンしたらやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでここが交流の場になれば、三郷町としても発展していくと思いますので、皆さんこれからも何卒よろしくお願いします。大勢の皆さん、おはようございます。今日は仮設店舗の開設、誠におめでとうございます。そして、今日は私と一緒に、町のキャラクターの会津次元を連れてまいりました。これ私の顔ではありません。皆さん間違ってですね、蝶々の顔を作ったのかなということありますけれども、これは卵の形でありまして、この黒い部分が三郷町の土地です。山頂村の土地の形でありまして、そんな私と似てますけれども、そうではありません。ここお断りしておきたいと思います。私と楢葉さんの皆さんとこう交流を深めながら絆を深めていただきたいというふうに思っています。どうぞよろしくまずお願い申し上げたいと思います。実は分かりましたが、我々楢葉町民はここに250戸の仮設住宅を建設され、約540名の住民が住んでおります。この間三郷町には、石油またはお米の、あとはこのつい最近ですけども、会津三郷町の JA みどりさんからお米の支援物資をいただいております。大変ありがとうございます。はい、どうぞお気にください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。オープンセレモニーを終了させていただきます。ありがとうございました。ちょっと言うなら私の言うの